鉄は原子番号26の元素である。元素記号は FE。金属元素の一つで繊維元素である。太陽や他の天体にも豊富に存在し、地球の近くの約5%を占め、大部分は外角、内角にある。元素記号の FE はラテン語での名称、フェレムに由来する。日本語では鈍い黒さから黒金。 広く使用されている金属であることから、まかねとも言う。球自体は、鉄で、また、遺体字として、鉄、がある。鉄の球自体は、鉄であり、金、王、なりに分解できることから本田光太郎は、鉄は、金の王なるかなと評した。なお、鉄は、鉄の略字という説が有力であるが、使用頻度が高いために失われやすい点から、鉄の個字。 鉄が略字になったという説がある。また、鉄以外にも、鉄という略字もある。鉄の表記は、金を失うとなるため、製鉄業者、鉄道事業者などでは意味嫌う傾向も見られ、あえて旧字体の鉄を使用する会社や、金が矢のように入るとするため本来は、矢尻の意味を持つ、の字を、鉄の代替として、ロゴで使用する会社も存在する。ほとんどの元素は、 恒星の核融合によって作られるが、それは鉄までである。原子番号が鉄より大きい元素は、新生爆発などでしか生じない。地球に金やプラチナが存在するのは、超新生爆発の残骸が太陽系の材料であった照射である。地球も、地殻以外は、鉄が主成分となっており、火山や、それに伴う、熱水交渉に鉄が豊富に含まれるのは、 地殻以外の成分のほとんどが鉄でできているからである。地磁気も地球の核で溶融した鉄が地球の時点と異なる速度で回転することによって生じるとされている。地球の近くには多くの鉄が含有されているにもかかわらず、それと接している海水中の鉄は非常に濃度が低い。これは地球の海水中では水酸化鉄として鉄が除かれてしまうためである。 なお、地球の海水中の鉄の濃度は一定ではなく、観測船や海水採取機などからの鉄の溶出による汚染を避けて、ジョン・マーチンが調査した結果、海面近くの表層の海水には少なく、逆に深層の海水には多く含まれる、いわゆる栄養塩型の分布をしていることが判明している。純粋な鉄は白い金属光沢を放つが、イオン化傾向が高いため、湿った、 空気中では、容易に錆を生じ、時間の経過とともに見かけ上黒ずんだり褐色へと変色したりする。一方、極めて純度の高い鉄は、比較的高いイオン化傾向を有するにもかかわらず、塩酸や汚水などの酸に侵されにくくなる上、液体ヘリウム温度でも失われないほどの高い過素性を有するようになる。この超高純度鉄は、東北大学金属材料研究所の 研究グループらが、電解鉄を超高真空中で、溶解電子銃を用いた、浮遊体溶油生成で処理することにより、1996年に製造に成功し、2011年に日本とドイツの標準物質データベースに登録された。個体の純鉄は、フェライト、オーステナイト、デルタフェライトの3つの多形がある。摂氏911度以下では、フェライト、 911から1、摂氏392度は、オーステナイト、1392から1、摂氏536度は、デルタフェライト、1、摂氏536度以上は、液体の純鉄となる。常温常圧ではフェライトが安定である。強磁性体であるフェライトが、キュリー点を超えたところから、オーステナイト領域までの770摂氏911度の、純鉄の層は、以前は、 ベータ鉄と呼ばれていた。栄養学の立場から見ると、鉄は人にとって必須の元素である。食事制限などで鉄分を欠く時期が続くと、血液中の赤血玉数やヘモグロビン量が低下し、貧血などを引き起こす。腸で吸収される鉄は2価のイオンのみであり、酸化の鉄イオンは2価に還元されてから吸収される。鉄分を多く含む食品は、ほうれん草やレバーなどである。 動物性の食物起源の鉄の方が吸収効率が高い。ただし、過剰に摂取すると鉄化上昇になることもある。自然の鉄の同位対比率は5.845%の安定な 54FE、91.754%の安定な 56FE、2.119%の安定な 57FE、0.282%の 安定な 58FE からなる。60FE は不安定で比較的単寿命なため自然の鉄中には存在しない。理論的に予測される 54FE の二重、β 崩壊の検出は未確定である。58FE と 56FE の原子核は非常に安定であり、すべての原子核の中でそれぞれ2番目と3番目に安定である。 しばしばすべての原子核の中で 56FE が最も安定とされることがあるが、これは誤りである。このような誤解が広まった理由として、56FE の天然存在比が 62NI や 58FE よりもはるかに高いことに加え、各種一つあたりの質量を比較した場合には 56FE が全原子核中で最小となることが挙げられる。 中性子の方が、陽子よりも、わずかに重いため、各子一つあたりの質量が最小となる各子と、質量欠損が最大になる各子は一致しない。また、下記のように構成の核融合の最終生成物が 56FE であることを、鉄が最も安定であるためと便宜的に説明される、ことがあることも誤解を招いていると考えられる。58FE よりも、 不安定な 56FE の方が存在比が高い理由は星の元素合成の過程で質量数が4の倍数の各種が主に作られるためである。炭素より重い元素は 4HE の融合によって作られるため生成する各種の質量数は4の倍数に偏る。太陽質量の4から8倍の質量を持った構成では α 反応は 56Ni まで進行するが 次の 60ZN の原子核は 56NI よりも不安定なため、これ以上は反応が進行しない。56NI は2度の β 崩壊を経て 56FE を生成するため、構成の核融合の最終生成物は 56FE になる。鉄より重い核種も超新星爆発などで合わせて生成するが、その生成プロセスは明確になっていない。 鉄棒などの鉄製品を手に持つと、手に特有の匂いがつく。これは俗に金属臭、鉄の匂いと呼ばれるが、原因は鉄そのものではない。研究により、人体の汗に含まれる、皮脂分解物と、鉄イオンが反応して生じる炭素数7から10の、直酸アルデヒドルや1億点マイナス3オンなどの有機化合物、そして、 メチルホスフィン、ジメチルホスフィンなどのホスフィン類が、この匂いの原因であることが確認されている。道具を作る溶剤として、石器時代、青銅器時代に続く、鉄器時代を形成し、地球人類の文明の基礎を築いた。現在においても、最も重要、かつ身近な金属元素の一つで、産業革命以降、ますますその重要性は増している。様々な器具、工具や、 構造物に使われる。炭素などの合金元素の添加により、より硬い鋼となり、構造物を構成する、構造用鋼などや、工具鋼などの優れたトライボロジー材料にもなる。セバーン側にかかるアイアンブリッジ。世界初の鉄橋とされる安価で比較的加工しやすく、入手しやすい金属であるため、人類にとって最も利用価値のある、金属元素である。 特に産業革命以後は産業の中核をなす材料であり産業の米などとも呼ばれ鉄は国家なりと呼ばれるほど鉄鋼の生産量は国力の指標ともなったこのため鉄鋼産業には政府の間に入れも大きく第二次世界大戦後の世界的な経済発展にも大きく影響している現在においても工業生産されている金属の大半は鉄鋼であり 鉄を含まない金属は非鉄金属と呼ばれる。鉄は炭素をはじめとする合金元素を添加することで鋼となり、炭素量や焼き入れなどを行うことで高度を調節できる極めて使い勝手のいい素材となる。鋼は古くから刃物の素材として使われ、ほとんどの機械は鉄鋼を主な素材とする。さらに鉄鋼は鉄道レールの素材となるほか、 鉄筋や鉄骨、鋼や板などとして建築物や土木構築物の構造用部材に使われ大量に消費されている。鉄に炭素と様々な微量金属を加えることで多様な優れた特性を持つ合金鋼が生み出される。鉄とクロムニッケルの合金であるステンレス鋼は腐食しにくく強度が高く、なおかつ見た目に美しく比較的安価な合金として知られる。 このため、ステンレス鋼に加工された鉄は、液体や気体を通すパイプ、液体や粉体を貯蔵するタンクや管、流し台、建築資材などにも用いられるほか、鍋や包丁などの生活用具、家電製品、鉄道車両、自動車部品、産業ロボットなど、あらゆる分野に利用されている。工具鋼は、固体材料の中で、最も強度増幅能力が高く、超光材料と比べても、 高い曲げ強度を有するため、不変形特性が重要でかつ、加工形状の自由度が要求される金型に多用される。金属材料で最も熱膨張係数が低いインバー、最強の保持力を持つ、磁性材料も、鉄眼融合金である。他にも、鉄化合物は、インクや絵の具などの顔料として、赤色顔料のベンガラや、青色顔料のプルシアンブルーなどとして使われる。 鉄は強い磁性を持つため、不燃物からの回収が容易であり、再利用率も高い。クズ鉄として回収された鉄は、電気炉で再び鉄として再生される。西洋用先生術や錬金術などの神秘主義哲学では、軍神マルスと関連付けられ、その星である火星を象徴する。これは、古くから鉄が武器の材料として利用されたことや、 鉄サビがくすんだ地のような色であることに由来すると思われる。また、妖精は冷たい鉄を嫌うという伝説があり、ファンタジー小説において魔法的なものとの相性が悪いとされる。また前述のような理由から、鉄は強固なものの代名詞となり、鉄のなどといえば強固で倒しがたいものという比喩となる。一方の日本では、鉄は 邪悪なものを取り除く力を持つと考えられていた時代もあった。例えば、塔の物語では、海力の河童を鉄の針で退治する山中で身の危険を感じた漁師が、魔除け用に持っていた鉄の玉を撃つというエピソードがある。鉄はその用途から、機械や人工物を象徴する元素として用いられることも多い。対する人間、生物の象徴としては、 有機化合物の主要元素である炭素が用いられる。大規模な鉄鋼床は光合成により酸素単体が大量に発生したことにより海水中に溶存しイオン化していた鉄が酸化鉄として沈殿したことにより生み出されたと言われている。総合成が表した天候怪物の1ページ。核反精錬法による製鉄方法を解説している鉄の精錬はしばしば 製鉄と呼ばれる。簡単に言えば鉄鉱石に含まれる様々な酸化鉄から酸素を除去して鉄を残す一種の還元反応である。アルミニウムやチタンと比べて科学的に比較的小さなエネルギー量でこの反応が進むことが現在までの鉄の普及において決定的な役割を果たしている。この工程には比較的高い温度の状態を長時間保持することが 必要なため、古代文化における製鉄技術の有無は、その文化の技術水準の指標の一つとすることができる。製鉄は二つ、もしくは加工まで加えた三つの工程からなる。鉄鉱石とコークスから炭素分の多い熟鉄を得る製線、洗鉄などから炭素を取り除き炭素分の少ない鋼を作る成功、さらに圧延である。製線には古くは、 木炭が使われていたが、中国では、前漢時代に燃料として、石炭の利用が進み、さらに石炭を焼いて用などの不純物を取り除いた、コークスを発明、コークスを使った製鉄が始められた。文献記録としては4世紀の北魏でコークスを使った製鉄の記録が最も早い。以来、河北では時代ともにコークス炉が広まり、北宋初期には大半が、 コークスロとなった。それから1000年以上経ち、森林が減ったことから1620年頃に、イギリスのダッド・ダドリーも、当時安価に手に入った石炭を使うことを考えて、研究を進めた。石炭には、黄分が多く、そのままでは鉄に黄が混ざり使い物にならなかったため、ダッドは石炭を焼いて黄などの不純物を取り除いた、コークスを発明し、 1621年にコークスを使った製鉄方法の特許を取った。しかし1709年からエイブラハムダービー一世が代々的にコークスで製鉄することを始めるまではコークスを使った製鉄の使用は少数にとどまっていた。日本では古来からタタラ吹きと呼ばれる製鉄技法が伝えられている。現在では島根県安木市の山中奥泉町などの限られた 場所で、日本刀の素材製造を目的として中は、観光資源として存続しているが、それと平村市和港の進化の延長上にもある、先端的特使工に特化した、日立金属安木工場がある。にら山反射炉などの施工はあったが、鉄鉱石を原料とする日本の近代製鉄は八百五十八年一月十五日十二月一日に始まったと言われ、幕末以降欧米から、 多数の製鉄技術者が招かれ、日本の近代製鉄は急速に発展した。現在の日本では、鉄鉱石から鉄を取り出す、鉱炉法とスクラップから鉄を再生する、電路法で大半の鉄鉱製品が製造されている。鉱炉から電路や連続鋳造工程を経て、最終製品まで一連の製鉄設備が揃った工場群のことを、 ず工一貫製鉄所と呼び、臨海部に大規模な製鉄所が多数立地していることが、日本の鉄工業の特色となっている。日本では、電路法による製造比率が、素鋼換算で30%強を占める。鉄が社会を循環する体制が整備されており、鉄のリサイクル性の高さと日本における鉄蓄積量の大きさを示している。鉄スクラップは、 天然資源に乏しい日本にとって貴重な資源であり、これをどう利用するかが注目されるべき課題とされている。なお、第二次世界大戦後には、航路内壁の摩耗を調べるため、使用する耐火レンガに放射性物質コバルト60を混入し、産出する鉄製品の放射線量を測定する手法が用いられているが、これらの鉄は、 微量な放射線を測定する現場など放射線の影響を排除したい環境に不向きであるため、戦前に生産された放射能を持たない鉄が求められるケースがある。対戦時に建造された軍艦が主な供給源であり、日本では道の区から回収した道の区鉄が有名である。イギリスのコークスロを用いた製鉄工場の絵。 フィリップ・ジェームズ・ドラウザーバーグが製鉄100年記念ギッ航路法の問題点従来の航路法の場合、下記の欠点があった。最近提案、実用化されている製鉄法人類が鉄を発見したのは隕石によってとされており、ニッケルを多く含むものは炭造が可能であった。古代エジプトで紀元前3000年頃に製作された隕石製とみられる。 鉄管首飾りが発見されている。メソポタミアでは、紀元前3300年から紀元前3000年頃のウルク遺跡から鉄片が見つかっている。カマンカレホユック遺跡やアラジャホユック遺跡、紀元前20から18世紀頃のアッシリア人の遺跡からも当時の単鉄が見つかっている。また、地球上で自然界に存在する鉄は酸化しているため還元する必要があった。 紀元前1700年頃のヒッタイトでは、バッチ式の炉を用いた、鉄鉱石の還元と、その加熱炭蔵という高度な製鉄技術により、鉄器文化を築いたとされる。トロイ戦争でのヒッタイトの敗北により、製鉄技術はヨーロッパ全土に広がった。しかし、鉄は錆びて、土に帰ってしまうため古代の歴史的な遺物で、鉄製のものはあまり残っていない。 中世ヨーロッパでは14世紀になっても鉄の生産は単造で行われていた。鉄の鋳造は14世紀以降にようやく行われるようになった。鉄の鋳造技術は中国で発明されたと言われているがヨーロッパに伝わらなかった原因は当時の鉄がチルと呼ばれる硬くて脆い中鉄だったためとも言われている。ヨーロッパでは産業革命がある18世紀まで中鉄は硬くて、 脆いものとされていたため炭造の鉄が重宝された。金製鉄を生産しているところでは森林破壊が深刻で、16世紀に鉄の生産が増加したイギリスでは、17世紀には鉄生産のための森林破壊が深刻となって、木炭が枯渇し始め、製鉄の中心地だったウィールドでは17世紀末になると生産量が、政治だった17世紀前半の半分以下まで落ち込み、 18世紀中央には10分の1まで減少した。18世紀後半にはダービーでコークスを使った精錬が始まる。コークスは石炭を蒸し焼きにしたもので、不純物が少なく鉄の精錬に使うことができ、火力も強かった。コークスの発明により、木材資源の心配がなくなり、鉄の生産量も増加した。制度の鋳造技術はメソポタミアにはあったが、 鉄の鋳造技術は、紀元前7世紀頃の中国で開発された。鉄の鋳造は、可能となったものの、それは黒煙を含有しない、チルと呼ばれる、硬くて脆い中鉄だった。紀元前470年頃にはそれを、約900から1000度の酸化鉄内で3日間加熱して、白進化炭中鉄にする技術があったという研究も、ある。古代、中世前期鉄器は、 紀元前三世紀頃、青銅とほぼ同時期に日本へ伝来した。当初は製鉄技術はなく輸入されていた。青銅は紀元前一世紀頃から日本で作られるようになり、製鉄は弥生時代後期後半頃から北部九州の唐上遺跡やビンゴの小丸遺跡で開始され、それから時代が下り出雲地方や紀々でも製鉄が行われるようになった。 創舎市の仙皮かな、黒谷遺跡は6世紀後半の製鉄炉跡4基、製鉄カマー跡3基が見つかっている。不意合を使い、原料は鉄鉱石である。製鉄炉の作り方は、朝鮮半島からの導入と推定されている。日本の製鉄法は、ある時期以降は、タタラと呼ばれる一種の鋼回路を用いた、砂鉄を原料とする直接製鉄法である。直接製鉄法とは、 砂鉄、または鉄鉱石を低温で還元し、炭素の含有量が極めて低い連鉄を生成するもので、近代の製鉄法が確立する前は広く、世界的に見られた方法である。日本の製鉄法の特色は、鉄の含有量が高い砂鉄を原料に用いている、ことである。古代、中世においては、露天式の野だったら法が頻繁に行われていたが、 16世紀中央から全天候型で送風量を増加した衛隊だから法に発展した。この古代以来の日本独自のたたら製鉄法では玉鋼や包丁鉄といった複数の鉄が同時に得られるためにそれが後の日本刀を生み出す礎となった。以後、出雲は一貫して日本全国に鉄を供給し現在でも出雲地方にその文化の名残が認められ。 日立金属などの高級特殊工メーカーへと変貌を遂げている。養老律令の規定では、鉄や銅の採取活動に関しては管による採取が優先されるものの、民間による採取を否定したものではなかった。これは中国の統令の規定をそのまま日本に導入したものと考えられる。また、生産に関しても、映像と近接する当編 北辺での鉄の生産を規制する規定は存在していたが、他に規制の存在を伺わせる資料は見つかっていない。また、町として鉄薬はの効能が指定されていたり、国士が武器や鉄器の原料として民間との間で鉄の交易を図っていたことを示す、省税上の記述もあり、国家による徴収、再分配、 放出とは別に民間における鉄のある程度の生産、流通が存在し、往診家や中小生産者など幅広い層がになっていた。律令国家においては、初理、官営工房が生産、流通を支配していたとする官営工房論が存在しているが、当時の文献や古記録からは国家による鉄や鉄製品の生産、流通の独占管理が行われていたことを示すものは、 なく、一般に対価さえ支払えば、鉄や鉄器の購入が可能であったと考えるのが適切である。農具が鉄器で作られるようになると農地の開拓が進んだ。中世日本では、鉄は非常に貴重であり、鉄製の農機具は政府の持ち物で朝借りてきて夕方には洗って返すことになっていた。私有地の工作には鉄の農機具を使うことができなかったため、 任意農地は政府の所有であった。すなわち中世の日本の貴族は鉄の所有権を通して遠隔地にある省園を管理した。11世紀頃から鉄の生産量が増えると鉄が安価に供給されるようになった。個人が鉄の農機具を持つことができるようになると新しい農地が開墾されるようになった。中世後期 金世略王五年芋の市の認可上管末館営や渡製鉄所戦国時代にあった日本では1550年代頃に重機の生産が普及した。鉄の技術者は丹野氏、芋の氏と呼ばれた。また、英代たたらの普及により生産量が爆発的に増加したため生産性の観点からうどまりのいい砂鉄が取れる中国地方や 九州地方への産地の集中が進むこととなった。当時、鉄の精錬には木炭が使われた。日本の森林は再生能力に優れ、幸いにも森林資源に枯渇することがなかった。豊富な砂鉄にも恵まれており、鉄の生産量と加工技術では世界で抜きんでた存在になった。中世後期から江戸時代にかけて、刀剣は輸出商品として、 長崎から輸出された。輸出先は中国やヨーロッパである。今日でもヨーロッパ各地の博物館で当時の貴族たちが収集した日本刀を見ることができる。民は一貫して日本との交易を禁じる政策をとってきたが、定着その中海図編には和光が好んだものとして鉄鍋が挙げられ、シャマサルの県大和さんには 鉄鍋重大仏妃と鍋あたりいたり一両線、おも古じゃちふみかいたり四両、小鍋機械源、永楽船二および新鮮船名屋として記し、日本人が小鍋でも永楽船に二船を出して、手に入れようとしたことが記されている。これについて、大田後期は16世紀に、西日本、特に和光とのつながりが強い瀬戸内海沿岸や、九州に、 新興の日本刀産地が発生していることを指摘し、戦国時代に増大する日本刀需要を賄うために中国から鉄鍋などの中古の鉄を獲得したと論じる。また、16世紀の民の人で和光事情を調べるために日本を訪れて帰国後に日本一環を表した低春鉱によれば、その鉄木もろ不可策、足し無む鉄策なり、 しかも、福建鉄無機器さえ近れ、もっさくこれと述べて、日本の鉄砲に使われていた鉄が、シャムや福建からの密輸品であったことを指摘している。さらに、近年において、佐々木ルラによって行われた、日本産の鉄砲などに用いられた鉄の、化学分析によれば、日本の砂鉄には含まれていない銅やニッケル、コバルトなどの自鉄砲由来成分の含有が、確認されており、佐々木は、 近世以前の日本国内において自鉄工の交渉開発が確認できない以上、国外から輸入された先鉄などが流通していたと考えざるを得ないと指摘する。壊れた鉄製品を修復する需要があり、鉄の加工技術は日本各地で一般化していった。単雪、いかけの他にも金属の接合にはローズ系リベットが使われた。 芋の業の盛んな富山県高岡市にも芋の市の伝統である高岡銅器があり、この地域には古い技術がよく伝承されている。現在でも YKK、新日系といった金属加工関係の大企業の工場が富山県に多くあるのはこの伝統と無縁ではない。江戸幕末には官方を備えた艦隊の武力を背景に開国を迫る西洋に対抗するために、 大砲鋳造用の反射炉が各地に建造された。これらは明治時代になるとより効率のいい航路にとって変わられた。鉄の生物学的役割は非常に重要である。赤血球の中に含まれるヘモグロビンは鉄のイオンを利用して酸素を運搬している。ヘモグロビン1分子には4つの鉄イオンが存在し、それぞれがポルフィリンという有機化合物と作体を 形成した状態で存在する。この作体は、ヘムと呼ばれ、ミオグロビン、カタラーゼ、シトクロムなどのタンパク質にも含まれる。ヘモグロビンと酸素分子の結合は弱く、筋肉のような酸素を利用する組織に到着すると、容易に酸素を放出することができる。フェリチンは鉄を貯蔵する機能を持つ、タンパク質ファミリーである。その核は、鉄イオン、酸化物イオン、 水酸化物イオン、リン酸イオンからなる巨大なクラスターで分子あたり4500個もの鉄イオンを含む。肉や魚のミオグロビンやヘモグロビンに由来するポルフィリンと結合した鉄はヘム鉄と呼ばれ、非ヘム鉄と比較して2から3倍体以内への吸収率が高い。非ヘム鉄はビタミン C と一緒に摂取すると水溶性の高い FE2 に還元されて体内への 吸収が促進されるが、玄米などの全粒穀物に含まれるフィチン酸、お茶や野菜類に含まれるポリフェノールなどは、非、ヘム鉄の吸収を阻害する。肉に含まれるヘム鉄は発ガン性のあるニトロソアミンの生成を促し、さらに加工肉では硝酸ナトリウムや硝酸ナトリウムがこれを生成する。ヘプシジンは肝臓で産生される一種のペプチドホルモンであり、 鉄代謝の制御を行っている。ヘプシジンは腸からの鉄の過剰な吸収を抑制する作用を有する。ヘプシジン酸性障害は鉄過剰症を引き起こす。多くの病原体はその増殖に多量の鉄を要するため、ヘプシジンが血清鉄濃度を低下させることは炎症の原因となる菌の増殖を抑制して抗菌作用も発揮することになる。ラクトフェリンは 母乳、涙、汗、唾液などの外分泌液中に含まれる、鉄結合性の糖タンパク質である。ラクトフェリンは、強力な抗菌活性を持つことが知られている。グラム陽性、グラム陰性に関係なく、多くの細菌は、生育に鉄が必要である。トランスフェリンと同様、ラクトフェリンは鉄を奪い去ることで、細菌の増殖を抑制する。人の場合、 ヘモグロビンの原料である体内の鉄分が不足すると、ヘモグロビンが十分に合成できないため酸素の運搬量が不足し、鉄欠乏性貧血を起こすことがある。また、鉄不足は、疾病リスクの上昇につながることが示唆されてきており、鉄分を十分に補充する必要がある。鉄分はレバーやほうれん草などの食品に多く含まれ、その他に鉄分を多く含む食品は、ひじき、 海苔、ゴマ、パセリ、アサリ、シジミなどである。これらを摂取することで鉄分の不足が改善される。また、鉄の溶解度が小さい土壌で育てられる植物などでは、鉄吸収が不足することで植物の成長が止まり、謳歌することがある。この症状は、土壌に水溶性型の鉄肥料を与えるなどすると一時的に改善されるが、 植物中に含まれる鉄量が増えるわけではなく、ビタミン A の含有量が増えることが分かっている。したがって、鉄肥料を与えることは、植物中の鉄分ではなく、ビタミン A を増やすことに役立つ。植物の鉄欠乏を長期的に改善するには、土壌に大量の硫黄を投入するなどして、土壌質を変える必要がある。なお、陸上植物に限らず、藻類も、 微量の鉄を必要とする。一方で、過剰な鉄の摂取は生体にとって有害である。人では食生活の問題による鉄の蓄積や、度重なる輸血による鉄の蓄積などが知られている。自由な鉄原子は、過酸化物と反応しフリーラジカルを生成し、これが DNA やタンパク質および脂質を破壊するためである。 細胞中で鉄を束縛するトランスフェリンの量を超えて、鉄を摂取すると、これによって自由な鉄原子が生じ、鉄中毒となる。余剰の鉄は、フェリチンやヘモジデリンにも貯蔵隔離される。過剰の鉄はこれらのタンパク質に結合していない、自由鉄を生じる。自由鉄が、フェントン反応を介して、ヒドルキシラジカルなどの活性酸素を発生させる。発生した。 活性酸素は細胞のタンパク質や DNA を損傷させる。活性酸素が核臓器を攻撃し、肝臓には肝炎、肝硬変、肝臓癌を、膵臓には糖尿病、膵臓癌を、心臓には心不全を引き起こす。脂肪肝においては、血清フェリチンの増加がしばしば見られ、脂肪肝の中でも、非アルコール性脂肪性肝炎を含んだ非アルコール性。 脂肪性肝疾患では、肝組織内の鉄の過剰が肝障害の増悪因子と考えられている。人の体には鉄を排出する効率的なメカニズムがなく、粘膜や粘液に含まれる1から2ミリグラム、日程度の少量の鉄が排出されるだけであるため、人が吸収できる鉄の量は1から2ミリグラム、日程度と非常に少ない。しかし、血中の鉄分が一定限度を超えると、 鉄の吸収をコントロールしている消化器官の細胞が破壊される。このため、高濃度の鉄が蓄積すると、人の心臓や肝臓に高級的な損傷が及ぶことがあり、致死性の中毒症状を発症する。米国科学アカデミーが公表しているドライ指数によれば、人が1日のうちに許容できる鉄分は、大人で4 5ラム14歳以下の子供は、 4 0ラムまでである。摂取量が体重1ラムあたり2 0ラムを超えると、鉄中毒の症状を予定する。鉄の致死量は体重1ラムあたり6 0ラムである。6歳以下の子供が、鉄中毒で死亡する、主な原因として、硫酸鉄を含んだ大人向けの錠剤のコインである。なお、遺伝的な要因により、鉄の吸収ができない人々もいる。 第六染色体の HLAH 遺伝子に血管を持つ人は過剰に鉄を摂取するとヘモクロマトーシスなどの鉄分過剰症になり肝臓あるいは心臓に異変をたすことがある。ヘモクロマトーシスを患う人は白人では全体の0.3から0.8%と推定されているが多くの人は自分が鉄過剰症であることに気づいていないため一般に 鉄分補給のための錠剤を摂取する場合は、特に鉄欠乏症でない限り、医師に相談することが望ましい。鉄分の摂取についての必要量、推奨量は、以下の式で表される。推定平均必要量イコール基本的鉄損失。吸収率推定平均推奨量イコール推定。平均必要量1.2鉄の同位体の一種で、ある 59FE は、 鉄道体検査に用いられる。ほか、ありがとうございます。